おや、どうしました？下働き。ああ、庭師のところの子ですね。ゲオハルトって名前のドイツ人で、鳥打ち帽をかぶったじいさんを知りませんか？あの子はそのじいさんと一緒に住んでる子ですよ。違います。そうですね。いいえ、何を考えてるか知りませんが、あの子は拾われてきたんです。1年ほど前にゲオハルトさんが海で拾ってきたと。それからずっとあの子の面倒を見てるらしいのですが。すいません、僕もあまり詳しい事情は知らなくて。じゃ、僕は仕事に戻ります。
減ったぜ。クソ、何してやがる。使えねえガキだ。なんか用か先生。それがどうかしたかい。あんたがマナーに何のようだ。それともあのガキが何かしたっていうのか。なるほど、あのガキ、またご迷惑をおかけしたんですかい。あいつは手癖の悪いガキでしてね、あたしもほとほと弱ってるんでさ。なに、構うことありません。今度また悪さを見つけたら、その場でこっぴどくしつけてやってください。またなんで。いい趣味してるね先生。おっと、これはすみませんね。何のことか分かりませんが、気をつけときますよ。くれぐれもね。どうだね、ドクター。この屋敷には慣れたかね。他に何か。そんなものは気にせんでよい。使用人など、顎で使ってやればいい。ドクターはこの私の命を預かるお方ではないか。私の方こそ聞きたいぞ。ドクターはどうしてそれほど自分を下に置きたがる。意味だと。
さてさて、奇妙なことを言い出すもの、では聞こう。君は階級についてどう思うかね。その通り、それは主従関係だ。忠誠と信頼によって成り立つものだ。それがなければ従者ではなく奴隷だよ。私は使用人を雇っているが、奴隷を使っているつもりはない。ただし貴賤のけじめはつけねばならん。私から見るとドクターにはその感性が欠けておる。人の貴賤はその生きる役割によって決まるのだ。ドクターはこの屋敷で生きることを選んだ。その時点で君の役割はすでに決定しておる。あとはその身分にふさわしい素養を身につけたまえ。